過去5度の出場で第1ステージクリアが実に4度、もはや常連組と言っていい台湾最強チャレンジャー。2010サスケ元日決戦ファーストステージ92人目のチャレンジャーは台湾からやってまいりました、プロロッククライマー李延智。おなじみとなりました李延智。さあ行きます李延智。この辺りでつまずくことは全くもって考えられません。李延智、なぜなら過去5大会出場し、うち4大会でセカンドステージ以降に進出しております。特に前々回の大会2009年春、サードステージのシンクリフハンガーでリタイア。サードステージの味も知っているこの李延智、もちろん目指すはファイナルステージ、そして完全制覇。さあ台湾からやってまいりました李延智、ここも全く問題なし。おっと危ない、右足がちょっと滑ったが回避しました、リカバリーしました李延智です。1m73cm、 57kg、 台湾生まれ、抜群の運動能力この李延智。かつて金城武史主演の映画でスタントマンを務めたこともあるというこの李延智。さあそれたちの目はどうでしょうか。ロッククライマーの李延智、さすがです。この体の運び、残り50秒となりました。余裕はあるが、しかし気は抜けません。さあここはどうだ、ジャンプした、しがみつきました。しっかりと握って体を上に持っていく、その動きはまさに慣れ親しんでおります。となりました、7人目のクリアを目指して李延智、登った登ることにかけてはスペシャリスト李延智。まさかの転落、軽やかに足を運んでいきました。国際 A マッチで史上64試合通算7ゴールを決めております。福西、2002年日韓、そして2006年ドイツと。福西危ない、落ちた、そういうところがいいんですよね。その本当にこれ以上にないっていうぐらいトレーニングはしたんですよ。だって目が潤んでる。そうですやっぱりあれ11人残りました。まさにファーストステージをクリアしたベストイレブンですけどもね、この後いよいよセカンドステージ、はい、ちょっと気抜いた瞬間落とし穴ありました、はい、いやドキドキする。我々も気を抜かずにちょっと、はい、見てみる。オールスターズか、新世代か、そして予選会組か、生き残るのは一体誰でしょうか。
芸人だからできることがある。その言葉通りワッキースタート、上半身も脱いだ。俺がやることで、あーどうした、どうした、いませんでした。ワッキーセカンドステージ初めての舞台は悔しさいっぱいのリタイアでした。あのサーモンラダーを越えながら2人連続でリタイア、想像を絶するほどに過酷さを増している第2ステージ。続いてのチャレンジャーはヤマト運輸勤務田島直哉23歳前回大会はサーモンラダーでリタイアをした田島直哉、まずいきました。さあ前回大会は乗り越えることができなかったサーモンラダー、今回は自分でこのサーモンラダーを作って、そして練習をして、運送業、運送業、田島、あっとずれた、ずれたがどうだ、上がっていく、少し狭い感覚でこの鉄の棒を持っている田島、サーモンラダーずれたがちょっと時間がかかっている田島、大丈夫か、大丈夫か、右が下がっている。4点釣りから60センチの間合い、いった、2点釣り、そして足がついた、足がついて、さあステージに登った。続いてはバランスタンク、転がる転がる転がる、そしてたどり着く、一旦来た、あっとー、最後の一段、その数十センチが遠かった。空の色はオレンジから夜空に変わってきました。ナンバー95をつけたチャレンジャーがスタートラインです。静岡県代表、富士市に在住しています製造業、岸本慎也30歳。さあフロー、この筋力はすごい、さあ期待できそうだ、来ました。さあダブルサーモンラダーに行きます。まずは上がっていく、169センチ60キロ熊本県の出身です。うっと一旦ずれたが戻した、そして一番上まで行きました。方向を変えて今度は飛び移る、ダブルサーモンラダーの難しさ、体を振る、移った、移った。さあ今回のダークホース的存在、まずは4点釣り、未知の領域に入っている。2010年の春はこのダブルサーモンラダーで泣きました。前回大会はなんと第一ステージで消えた。ファーストステージで見せたそのポテンシャルは見事、残り40秒を切りました。4点釣りから、さあ体を振って2点釣り、2点釣りに行った。169センチ60キロ、軽い体、その体を、あーと着地地点に乗せた、乗せた。史上3人目の完全制覇者、ここまで8人が突破をしているセカンドステージ、ここで落ちるわけに、セカンドステージ30キロそして40キロを超える、史上3人目の完全制覇者、今セカンドステージクリア。サスケで日本を元気にしたいとこの男は語っています。日本の予選を通過をしてきました植木職人、朝和真29歳。また声が出ました。さあ日本の予選から勝ち上がってきた日本の朝、日本の朝が登っていく、朝が昇る。おっとここは一旦バーがずれた、戻した、どうだ、日本の朝、さあここは時間がない、ボタンも押した、押した、どうだ、100分の6秒残った。クリアをしてきました。ここからは非常に実力を持った
経験者たちが登場してきます。続いての登場者は高橋健二、コング高橋33歳です。時代を守れ。2年半ぶりのセカンドステージの舞台、コング、コング、いきました。さあサーモンラダー、コングのサーモンラダー、セカンドステージの舞台を楽しんでいるコング、コング、若い者には負けないとコング高橋がサーモンラダーに登っていった。コングいった、コング。さあ2009秋、新しくなった一気にいった。さあ1枚目コング高橋、コング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 がいった。運送業のコング高橋、高橋健二、ここは乗り越えました。ここまで4人は新世代、新生と言われる4人がクリアをしている。負けられないコング、いった、コング高橋。サードステージ進出がありますが、コング高橋がさあ時代を守るマリア。さあこれは早い、セカンドステージを最速でクリアするのか、コング高橋33歳、最速。なんと32以上 200m 日本代表、この男はセカンドステージを難なくクリアするはずです。奥山義行39歳。義行、孤高の苦労人馬、クリアしました。移った、そしてフラート、押した。憧れていたこのサスケの舞台です。夢の舞台に立ったこの男は、4畳半の部屋にサスケのセットを作って、そしてこのセカンドステージの舞台に立ちます。日本の予選2位通過、又地亮22歳です。いよいよこのセカンドステージの舞台に立った又地亮。さあここに行きました、塗装工のこの又地亮22歳、一番上まで行きました。さあ又地亮、川崎の塗装工、おっとここは段がずれたが、もう一段っと、もう一度、そして最後の一段だ、又地いった、迫力は満点。塗装工、仕事の全てがサスケ状態のようなものですと又地亮は話しています。2点釣りに行きました。1m62cm、 50kg のその体、その体を振っている又地には、その到達点が遠かった、しかしたどり着いた。さあバランスタンク行く、まだ時間は十分に残っている。又地亮、又地亮、ここは残った残った残った、ここは層をつけて、そして乗り移りました、そして足もついて、そしてしかし最後の手を離すところ、バランスを崩して沼の中に吸い込まれていきました。